皆さんこんにちは。地球に乾杯の時間がやってまいりました。今日のゲストはアメリカ人の経営コンサルタント、ロッシェル・カップさんです。こんにちは。こんにちは。はい、今日ロッシェルさんをお呼びしたのは皆さんもご存知だとは思いますけれど、東京の明治神宮外苑の再開発に伴い、周辺の樹木が少なくとも3000本は伐採されてしまうという、そういう自然の危機に直面しております。都心のオアシスという明治神宮外苑ですけれども、その問題にいち早く反対の気持ちを表して署名運動を始めたのがロッシェル・カップさんです。今日はなぜ、神宮外苑の森を守ろうと思ったのか、 そして現状はどうなのかについて聞いていきたいと思います。はい、それではまず乾杯といきます。はい、今日の乾杯のお酒はですね、これリンゴ酒なんですけれども、長野県の松本市の上条誠二さん、そして岩垂明弘さんという農家さんが作った富士 100% のリンゴ酒です。信州の発酵研究所が作った特製のリンゴ酒ですが、これで乾杯したいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なかなか渋いし、爽やか、そんな感じですね。そうですね、はい、本当にリンゴを感じますね。そうですね。はい、さて、明治神宮外苑の樹木の伐採問題なんですけれども、ロッシェルさんはこの問題にいち早く気づいて、昨年の2月からchange.org で反対の呼びかけをして署名活動が始まりました。今 署名が、賛同者が17万人を超えたということです。はい、ではなぜ、まずロッシェルさん、この明治神宮外苑の樹木を守ろうと思ったのはどんな理由からなんでしょうか。そうですね、最初その計画について聞いた時には非常に驚きました。はい、伐採される樹木の数はあんまりにも多いということ、はい、そして歴史的なスタジオも2つ壊すということもあって、なんでこんなに樹木とスタジオも壊すか、非常に驚きの内容でした。そうですね、この2つのスタジアムというのは明治神宮球場、はい、球場ですね、それから秩父の宮のラグビー場ですね。はい、そうです。はい、この2つをそれぞれ別の場所に移して建て替えるという、はい、ちょっと不可解な内容なんですが、それに伴って周辺の樹木ですね、3メートル以上の高木は700本以上、それから植木だとかツツジだとか、こう小さいのも含めると3000本は、少なくとも3000本、ね、3000本はね、そうですね、その3000本は一つの限られた地域だけなので、全体をその低木を含むと、もう1万本以上になるかもしれない、知れないですね、ということですよね。そうですね、はい、はい、で、まずお一人で立ち上がったわけですけれども、署名活動をしてからどのような反響が皆さんからありましたか。あ、そうですね、はい、かなりたくさんのサポートがあって、皆さんがこの開発の計画の内容を知ると、あ、これがとんでもないと思って署名してくださいます。ですから、それに関するみんなが知るようになると、やはり署名するということになりますね。そうですね。で、一番心配なのがですね、その外苑の森があるわけですね。で、明治神宮の外苑というのはですね、皆さんご存知かもしれませんけれども、渋沢栄一さんたちが民間の手で呼びかけて、そしてその植樹に参加して多くの方がボランティアで、協力しましたね。何万人が勤務奉仕をしました。そうですね、そうやって都心に緑を育てていった
わけですよね、うん、そうですね、まあ、当時のクラウドファンディングのような感じでした、あ、そうですね、そうやって、だんだんと都心に根付いてきた緑で、森というのはですね、木だけではなくてそこに生活するたくさんの生き物がいるわけですよ ね、 そうですね、まあ、鳥もはじめ虫もいますしね、そしてその緑が吸収する光合成なんですね、理科の授業みたいですけども、それによって、きれいな空気がまた育てられるという大きな、あの私たちにとっても大きな大きなあの宝物であるわけですよね。そうですね、はい、でロッシェルさんは、まあ、日本からの方ではないんですけれども、アメリカの人としていち早くこの行動を移した、でロッシェルさんご自身もこの都心の緑というのを非常に愛してこられたわけですかね。そうですね、はい、はい、まあ、本当にその重要性を感じます。あ、もうあの都会に住んでる人にとっても我々の樹木などの緑は非常に重要なものですね。そうですよね、で、それから2月の半ばなんですけれども、東京都がですね、事業者が提出した環境アセスの評価書を元にこの事業にゴーサインを出してしまったわけですよね、うん、これについてはどう思いますか。そうですね、あの実は環境アセスメントの審議会の方ではまだいろんな疑問があってて、継続審議をしたかったわけです。しかしあの党がもう蓋をつけるようなあのことで、もう全体のプロセスを強行して、あの推進、あの死んだあのわけですね、はい、ですからもっと深く議論すればよかったですね。そうですね、特にあのユネスコの関連組織であるイコモスの日本、あの委員会は環境アセスメント評価書の中のたくさんの間違いなどの問題を指摘して、実は協議なのではないかという話があって、環境アセス委員会はまあそういった協議に関してはもっと話すべきだと言ってるのに、その後は審議会にあのテーマとして出てこないので、非常に妙な状況です。そうですね、その環境影響評価書の問題点はですね、日本のイコモス委員会の石川美希子先生があのずっと指摘をされているんですが、まずその緑がどんなものかというのを写真でご覧いただきたいんですが、建国記念の森の樹木ですね、それではどんな森かというのを写真でお見せしたいと思います。まずこれは建国記念の森のスダジイですね、大変長寿の木なんですけれどもね、これが今カリガコイでもう見られない状況になっています。で2月の12日にですね、日本イコモス委員会の石川美希子先生が一般の方々を対象に視察ツアーをしたんですけれども、その時にこの環境影響評価書のどんな問題点があるかというのを説明してくださいましたけれども、ロッシェルさん、あの具体的にはどんな内容なんでしょうか。そうですね、はい、あの非常に多くの間違いが入っているということですね。あ、はい、あの実際の状況と全然違うことが書いてあって、あ、特に先生によるともう入門的な間違いでも、はい、例えば樹木はどんな種類なのか、はい、というようなところも間違ってますので、もう非科学的とおっしゃってます。あ、そうですね、まあ、石川美希子先生はですね、委員会の理事をされていますけれども、これがですね、落葉樹なのに落葉樹に分類されてるんですね、評価書では。でも本当は常緑樹との混交林というんですよね。それを、環境影響評価書では落葉樹に分類されてる、まあ、こういったですね、まあ、基本的なところから間違っているような評価書だったんですよね。そうそうですね、誰ながら事業者は、あ、間違いがないですよというふうに、そうですね、ちょっとそういった疑いを振ってしまいました、でもですね、
考えてみれば東京都にもこういった樹木の専門家はいるはずなので、ちょっと見たら分かるようなんですけど、すっ飛ばしてしまったんでしょうかね。そうですね、まあ、どうでしょうかね、ちょっと、まあ、疑問を持ちますね。そうですね、けれどもその事業を推進してしまうとですね、こういう間違った影響評価のもとに推進すれば、まあ、それだけ、この開発計画が緑を損なってしまうということになりますよね。そうですね、はい、はい、ロッシェルさんがその2月12日の視察の時に、ロッシェルさんも来てくださいましたので、その時の写真をお願いします。これですね、はい、まあ、こういったプロカードを持ってかなり海外の日本在住の海外の方はいらっしゃってましたよね。そうですね、結構来ました、はい、そうですね、うん、おそらく皆さんもロッシェルさんと同じで自分が住んでいる東京という町の緑が損なわれてしまうことに対して、自分たちも行動を起こそうということですよね。そうですね、はい、そうですね、はいはい、そして現状はですね、この塀が今立っているんですが、こういう状況ですね、うん、ですから私も2月12日の視察に参加したんですけれども、本当に貴重な緑が今見られなくなってしまっている現状ですね、うん、そうですね、まあ、完全に、はい、あの建国記念文庫の森には入らない状態ですね、はい、そうですね、うん、はい、そして第2弾としてロッシェルさんたちは今度裁判に移るわけですけれども、そうですね、まあ、すでに裁判を起こしました、はい、2月末の時点で、はい、時点ですね。これはどういう裁判でしょうか。そうですね、はい、うん、あの、まあ、2つの裁判があって、1つは本裁判で、はい、あの東京都のこのプロジェクトの認可が不適切であったということを、はい、まあ、裁判あのする、まあ、だからその取り消しを求める、認可取り消し、そして、はい、そして、まあ、そういった裁判はもう何年かかかる場合がありますので、あのすぐにあの、まあ、止めてください、はい、とりあえず裁判をやっている間には続けないでください、はい、という裁判も並行的に行っています。あ、そうですね、まあ、行政訴訟ですけれども長い時間かかるかもしれませんからね。そうですね、はい、はい、でその原告団長になられたんですか。あ、そうですね、はい、あ、そうですか、はいはい、でこの裁判を起こすまでにいろいろ住民の皆さんとも話し合ったと思うんですけれども、うん、はい、どのような声が聞かれましたか。そうですね、実は原告 の、 あのかなり大きな部分が一応並木の 東側に住んでいるあの住民です。そちらには東映アパートがあって、あ、そちらにいる人はあの直接影響を与え受けてしまいます。特に今の神宮球場とアパートの間の距離は半分になります、はい、要するに球場をアパートの近くまで持ってきて、騒音の問題が非常に大きいです。あ、そうですよね、うん、もう一つの問題としては災害の時には神宮外苑が避難の場所になってます。そうですね、そうですね、かなり多くの地域のために、しかし13年間にわたる建設期間の間にはもう避難場所にならないので、そうですね、それもあの非常にあの心配ですね。そうですね、近くに住んでる人にとって、だから近くに住んでる人も原告になってます。そうですね、で2つの大きなスポーツ施設を移転建て替えし、さらに2棟の高層ビルを建てるんですかね。そうですね、はい、あの、まあ、新しい高層ビル2つ作って、そして現在の伊藤忠ビルをほぼ2倍ぐらい高くします。高くするね、なので本当に高層ビルの森になってしまいます。そうですね、それがもう13年間かかるわけですね。そうですね、完成までね、はい、そうですね、はい、まあ、実はそういった高層ビルのスペースを確保するためにスタジアムの場所をスイッチする理由になってます。なるほど、それ以外にはスタジアムの場所をスイッチする必要性は全くないんです。もう高層ビル商業施設のスペースを作ることはならないです。あ、そうですね、今の神宮球場を秩父の宮ラグビー場の方に持ってって、で秩父の宮ラグビー場はまた違うところに移転して、そうですね、はい、ですね、誰かが現在の神宮外苑を見て、
もう大きな消しゴムを使って、今あるものを全部消して、もういろいろ変わってて、高層ビルをちょっと入れ込んでて、新しいプランを作った感じです。現在のもの、そして歴史的なものに対して全然配慮のない、もう、無視するような計画です。そうですね。で明治神宮球場というのは非常に歴史のある球場ですけれども、そうですね、そのちょっと前にですね、阪神甲子園球場がね、まあ、ほぼ同時期ですけれどもできまして、でその甲子園球場はシーズンオフの時にきちんと改修をして、そして今でも使われてますよね。そうですね、はい、と考えると明治神宮球場も適切な改修をすれば老朽化という名のもとに多分建て替えをすると思うんですけれども、そういうことではなくリノベーションは、十分可能ですね。まあ、甲子園は良い例ですし、私の出身地のシカゴにもリグリー球場もほぼ同じ時代の球場で綺麗にリノベーションされて、ボストンのフェンウェイ球場もそうなんですけれども、もうそういった古い球場をきれいにリノベーションすると、バリアフリーとか地震に対する強いとかいろんな目的を達成しながら、歴史的な雰囲気とその見物を残すことができますね。そうですね。実は私は非常に嫌いな言葉は老朽化です、はい、なぜかというとすごく曖昧で、年取ったものに、まあ、すぐに貼り付けるもので実はあんまり意味がないです。 そして建築家に聞くとコンクリートが古いから弱いというわけじゃないそうです。あ、そうなんですか。はい、だから老朽化はあんまり意味のない言葉で、建て替えたい、建て替えることによって儲かりたいと思うものに対してレッテルとして貼られたものだけです。あ、そうですね、で新型コロナウイルス後ですね、経済活動が停滞して、でみんなが在宅で勤務したり、郊外の方に移って勤務したりと、そういうリモート勤務が進ん で都心に新たに商業施設やそういったオフィスを作るのはちょっと時代に逆行しているのではないかという気もするんですが。そうですね、はい、それはその通りですし、実は私は、神宮外のこと以外には、本業がビジネスパーソンですけれども、ビジネスパーソンとして考えても実はおかしいです、なぜかというと、もうご指摘の通り新型コロナウイルスの結果として自宅勤務が増えてて、ある部分続いているので、オフィスの需要が少なくなります。その上に近年いろんな再開発プロジェクトがあります。虎ノ門ヒルズとか八重洲とか渋谷とかいろんなところに大きなビルを作ってて、実は不動産の専門家によると2023年の崖というものが起こります。2023年の崖崖という表現が使われています。要するにすでに22年の年末の時点で、東京の事務所の空き率が 6% を超えたです。 6% を超えるともう呼吸が多すぎるというバランスがになってないということですので、すでに去年末の時点でそうなってて、でも今年は八重洲とか虎ノ門ヒルズとか他のビルがオープンするので、もうオフィスの家賃がスーッともうプンッとということになりますので、もう今の時点で新しいオフィスビルを計画するのは全然意味ないんですね。そうですよね。もう10年前からの構想で考えずに自動的に続いてしまうのがあまりにも良くないやり方ですね。でロッシェルさんは経営コンサルタントでもありますから、日本の企業を対象にさまざまな研修をすることがあると思うんですが、そこで感じることはどういうことですか。そうね、いろんな顧客から聞く話ですけれども、日本の企業は
計画作って計画されたものを実行する、うん、まあ、実行能力が非常に高い、それが日本企業の強みである、はい、でありながらそれも気をつけないと弱みにもなります。なぜかというと、はい、一度計画したものは、周りの状況が変わっても計画を変えないでそのまま実行するということになりがちですので、そうならないように気をつけることが非常に重要ですね。そうですね。要するに、時代状況が、ね、変わったり、今回みたいにウイルス問題で経済状況が変わったりって、そういうことに対して臨機応変にやればいいんですけれども、なかなかそれができない。そうですね、はい、なぜですかね。そういったアップデートというか、フレキシビリティとか、少し日本の企業の多くは欠けてるところですね。なぜですかね。皆さん責任取りたくないんでしょうかね。そうですね、なんか変化に対して前の人が決めたので、変えようとするのはなんか社内政治的には危険とか、なんかのようなことがあるかもしれないけど、でも変えられない、もう特に今学者が物価という言葉を使ってますけれども、よく状況がもう劇的に変化しているんですね。もうちょっと安定した世界がなくなってて、なのでビジネスとしてそういった頻繁に変動している状況に応じる必要があります。そうですよね。ですからもう今まであったプランを変えられるようになる必要がありますね。そうですよね、はい、まあ、逆に言うと真面目なので計画通りにやらないといけないというふうに思ってるかもしれないですよね。そうですね、はい、でもそれが過去の安定した時代には美点だったかもしれないけど、現在はそれがちょっと弱みになっています。そうですね。で、経済状況もそうなんですけれども、環境的な要因が今かなりありますよね。まあ、その環境気候変動の問題ですね。それで地球がこれだけ、破壊されている中でですね、都市から排出する二酸化炭素がどれだけ影響を与えているかと言われている状況ですよね。そうですね、はい、その通りです。そうすると、まあ、単純に再開発でビルを壊して、で新しいものを建ててっていうと、かなりの二酸化炭素が排出されるような気がしますよね。そうですね、はい、かなり、実は学者が言うのは、一番環境に優しいのは既存のビルをレノベーションして使い続けるんです。そうですよね。一番環境に負担を置くのは、既存のビルを壊して新しいビルを建てるんです、でも問題は日本がもうちょっと昭和的なスクラップアンドビルドの習慣を続いてしまって、もう気候変動などのいろいろ状況が変わったのに、昭和時代のやり方、まあ、急成長期のやり方を続いていて、もう壊す建て替える、壊す建て替えるとか、高層ビルどこでも作りましょうというような悪い癖が身につけてしまったんですね、日本が。そうですよね。それを脱出しないといけないんですね。なんかそれを脱出しないといくらで、まあ、いろいろ国際の協定があって、日本も協力しますとかいろいろするでしょ。そしていろいろ省エネルギーを努力したり、でもそういったようなことを言いながらまたスクラップンビルドを考えずに進み続けるのがあまりにも矛盾ですね。そうですね。で、全く何もしないわけじゃなくてリノベーションという、ね、そうですね、ことをするわけですから、それも一つの技術ですし、そうですよね、例えば先ほどおっしゃった甲子園の場合は、非常にきれいにレノベーションして、実はそのレノベーションも賞も受けたんですね。あまりにもよくできてたので、だから日本にはそういった優れた技術も存在します。そうですね、だからそれを利用すべきですね。そうですよね、でも問題は大きな不動産会社と建設会社が建て替えることによって儲かるんです。なるほどね。そして彼らの友達である政治家は彼らに儲かるチャンスを与えたい。なるほどね。そういったようなことが起きてます。でも今の企業の、ね、流れとしては、まあ、ようやく、ね、SDGs という言葉がなんとなくこう世間に浸透してきて、それから
海外の投資家は ESG 投資ですね、うん、環境に配慮した企業に投資しましょうという流れがもうできてるわけですよね、うん、そうですね、はい、なので、うん、この神宮外苑再開発に関わってる事業者がホームページを見ると SDGs とか ESG とかいろいろ書いてあるけど、だいながら何千本の樹木を伐採したり、不必要に既存のビルを壊したり、必要ない高層ビルを建ったり、もう全然環境に優しくない ESG でもない SDGs でもないことをやってるんですね。あまりにも矛盾で、なるほどね、その企業の株主はあれで OK ですか？そうですよね、疑問を持ちます。そうですよね。でロシェルさんの母国のアメリカ、例えばニューヨークだと植樹運動がすごく盛んでしたよね。そうですね、はい、何百本を植樹するとかやってましたよね。やってましたよね、はい、もうすでに完成したし、またあの100万本の新たに植樹するという話も出ています、はい、まあ木も切らないし植樹もするということですね。そうですね、実は私は今回の神宮外苑の関連でいろんなことを学んでますけれども、はいはいはい、一つ学んだのは、はい、こういったことの専門である緒方先生の話もありましたけれども、ズーがあって地球の温度が上がってるわけですね。そして地球の温度が上がっているとほとんど同じペースでニューヨークとかベイジングとかが上がってます。それと比べて東京が随分と早く温度が上がってきました、この数十年の間には。あ、そうですか。はい、かなりニューヨークとかと比べて違います。温度の上昇率がニューヨークや北京に比べて高いって。高いです。そうなんですか。はい、はい、それは非常に驚きで、でも多分東京に住んでいる皆さんも感じていると思いますけれども、はい、過去と比べて東京の夏はもっともっと暑くなったじゃないですか、ね、40度超えがそろそろって感じですよね。 そうですね、それで亡くなってしまう方も毎年出てきてるわけですね。 そうですよね、はい、そしてエネルギーもたくさん使うし、はい、なぜ東京がそんなに暑くなってるかというと、大きな理由は樹木が不十分です。やっぱりそうですか、はい、だから今ある樹木と緑をまず保全すべき、そうですよね、そして新たにいろんなところに植樹すべきですね。そうですね、まあ、ニューヨークは真ん中にセントラルパークがあって、それを誰も壊そうなんていうことは言わないわけですよね。そうですね、はい、まあ、それに例えると日本のセントラルパークみたいなところをですね、壊しましょうと言ってることと同じなんですかね。そうですね、はい、本当に似てます。おかしいです。なるほどね、そうですね。でロシェルさんの育ったシカゴはどんな状況ですか？シカゴも非常に公園が大きくて非常に綺麗で、樹木はとても素晴らしいです。あら、そうです。そしてシカゴも実は20年前に植樹プログラムがあって、ちょうどその樹木が今大きくなってて綺麗ですよ。あ、そうですか、はいはい、まあ、人工的に、ね、植樹したとしてもその木が育てば一つの自然になるわけですよね。そうですね、はい、ですからかなり大きな緑になってて、ですから毎回シカゴ行くと、ああ、こちらの樹木綺麗ねと感じますね。まあ、シカゴといえば建築も、ね、有名なのいっぱいありますけどね。そうですね、はい、ですから建築に重点を置いたし、でも建築と伴って都市計画に重点を置いたんですね。でも都市計画の一つとして、たくさんの公園を作る、それに街路樹をたくさん植えるっていう当初からの計画があったので、非常に古い綺麗な街路樹もたくさんあります。そう
うですか、はいはい。で まあ、そもそもロシェルさんは日本に興味を持ったのはなぜだったんでしょうか。そうですね、実はシカゴ育ちは関係がありますけれども、私の高校時代のホビーとして絵を描いたり版画を作ったりするような、ことをしていましたけれども、そういった関係で日本の美術に対して憧れを感じました。高校の時に版画、はいはい、版画も作ってました、はい。そしていろいろその美術的なクラスを取ったりして、そしてシカゴ美術館には浮世絵の集まりが非常に綺麗ですし、私が育てたところはシカゴの植物園のそばで、そこでは定期的にいくば の展覧会が開かれていました。そういった関係で日本の美術に触れる機会があって、なんか日本のものはかっこいいねとか憧れを感じました。そうですか。で日本からの留学生の方とも交流されてたんですか。そうですね、私の高校には留学生が来てて、ある1年間毎日彼女が私の友達グループと一緒に昼ご飯食べました。あ、そうですか。ですから毎日話したりして、そして彼女が、いろんな日本のものを持ってきたでしょ、例えば日本の例えば文庫版の本とか持ってきて、でも日本の本見たことのないアメリカ人にとってアメリカの本と全然違うでしょ。まあ、カバーがまず ね、 あ、そうですね、ついてますよね。そうですね、でもなんかサイズも形も字も違うし、もう逆の方から開くし、すごくなんかあれだけでは面白い。でも毎日何か日本のものがあったりして、いつも話題の種になったり、本といえば日本はその装丁といいますけどね、カバーが、とても綺麗ですよね。そうですね、それもありますね、はい。そういったことで少しずつ日本に興味を持ってくださって、そうですね、はい、行こうと、そうですね、まずは日本語を勉強したいと思いました。そして大学で、ビジネス関連のカリアをしたいと思ったので、もし日本語を身につけたら一石二鳥になるのではないかと思ったので、勉強してみて、日本語を勉強するのは楽しかったので続きました。ね、最初は旅行でいらっしゃったんですか。そうだ、最初は実は企業研究、研究じゃなくて研修。あ、研修で。企業研修で、ISEC というビジネスに興味を持っている学生 の、 海外で企業研修できるプログラム、その関係で京都で伏見信用金庫、伏見信用金庫、今はもう存在しませんけど、そこで研修生でした。あ、そうですか。じゃあ最初に、滞在したのが京都だった。京都でした、はい。それは良かったですね。夏だったので暑かったけど、暑いけれどもでも休みの時は神社仏閣を回って、そうですね、はい。休みだけではなくて伏見信用金庫だったので、地元企業などが顧客で、顧客には例えば着物の工場とか、あるいは清水寺とか、そういったところを一緒に訪問することもありました。あ、そうですか。金庫の制服を着ながら。あら、そうですか。それはいい経験でしたね。いい経験でした、はい。で一回大学を卒業して就職をアメリカでするわけですか。そうですね、はい。アメリカでコンサルティング会社で働いて、2年間働いたんですけれども、コンサルティングは大好きでしたので、せっかく日本語を勉強したし、ちょうどその時日本の経済が元気でしたので、日本に面白いことが起きていると思ってて、ちょっと日本のことをもっと深く知りたいし、日本語能力も伸ばしたいと思って、また東京へ来て、日本の大手金融機関の本社で働くことになりました。そうですか、はい。でその時の写真がこのロッシェルさんが右から2人目ですけれども、この後、はい、そうですね、はい、ね、これ書道ですか。そうですね、はい、その当時書道を勉強していましたので、これが書道の先生、右側に柳田清団先生、そして彼女の展覧会を銀行の同僚と一緒に行きました。東京の銀行の同僚さんとですね、はい。あ、じゃあ左側のお二人が同僚。そうですね、はい。そして左の女性が銀行の制服を着てますね、はい。右側が柳田先生ですね。そうですね、はい、そうです、はい。あ、そうですか。書道ね、はい、はい。そして次、ですね、
あ、それは大学時代、これは大学、ね、京都で、はい、ホームステイのお母さんと一緒にそうめんを食べに行きました。あ、そうですか、はい、あ、じゃあさっきの研修の伏見の信用金庫の研修の前に一回高校の時にホームステイ、あ、高校じゃなくて大学ですけど、大学、はい、その同じ時で、あの ISEC のプログラムがあって、あの伏見信用で研修を受けた間には伏見信用の女子寮に泊まったんですけれども、その前にそういったところでなんか1週間とか2週間ぐらい、あの一応受け入れ大学が同志社大学だったので、同志社大学の同じ ISEC という組織の同志社支部のメンバーが一応ホスト役割でしたので、あの学生の家に特館ぐらい泊まってました。そうですか、はい、おそうめん食べた、はい、そうですね、はいはい、そして今度は、お花の写真ですね。あ、そうですね、これは生け花ですか。生け花です、はい、あの実は日本に働きに行く前にシカゴでコンサルティング会社で働いた間にはシカゴで生け花を勉強し始めました。シカゴに住んでいる日本人の先生のもとで、はい、そしてそれは展覧会の時の写真です。あ、そうですか、はい、はあ、その日本人の先生というのは、あ、シカゴに移住してお花を教えるようになったんですか。はい、あ、そうです、はい、そうですね、そうですか、はい、あのアンツと和子先生でした。あ、はい、そうでしたか。小原流の先生、あ、小原流の先生ね、はい、はいはい、そして、次、はい、これは、これは大学時代 の、あの先ほど言いましたホームステイのブラザーです、はい、あ、そうでしたか、はい、で、この右側の男性は今大学の先生、はい、大学の教授です、はい、どこの大学の、はい、あの立命館アジアパシフィック大学、あ、そうですか、あ、懐かしいですね。そうですね、はい、はい、ということでこう日本とアメリカを、まあ、往来しながらビジネスのキャリアを積んでこられたわけですが、今は東京拠点に。そうですね、はい、そうですね、はい、はい、で独立されたんですね。あ、そう、そうですね、はい、あの一応、まあ、独立したのが、まあ、かなり前ですけれども、28年前です。あ、28年前に、何歳ぐらいの時だったんですか。まあまあそれ言ったら年齢倍でしょうけどかなり若かったよ。若かったね、若かったね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、で、ロッシェさんは主に今どんなお仕事をされてるんですか。そうですね、はい、あの、まあ、私の会社は Japan Intercultural Consulting なんですけれども、 Japan Intercultural 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 Consulting Consulting ですね、はいはい、そして、まあ、主にはあの企業内研修とティームビルディングはい、とコーチング、はい、そしてあの一部人事管理のコンサルティングもしています。チームビルディングというのはどういう内容なんですか。そうですね、はい、あのあるあのチーム、はい、まあ、ある例えばあの部署、あるいは場合にはあるあの組織の、まあ、マネージャーたちが、チームのとしてより上手に一緒にコミュニケーションしたり目標を達成したりあのすることを促進する、もう一日オフサイト研修っていうようなものです。いろいろディスカッションしたり、アクションプラン作ったりするようなものです。じゃあチームで力を合わせて何か仕事をするときのための育成プログラムですか。そうですね、はい、そうです、はい、コミュニケーションを大切にするんですか。そうですね、はい、非常に重要ですね。あ、そうですか。そして特に私の特技として、はい、まあ、よくあの外資系企業の顧客もあったり、あるいはいろんな海外の人が日本人と一緒に働いている場面が多いので、そういったチームビルディングなど あの日本語と英語を両方使ってファシリテーションすることはちょっと私の特技ですけど。あ、そうですか。通訳しながらファシリテーションする、あるいはなんか同じことを英語で言ってその後日本語で言うというようなこと。そうですね、うん、これは非常に役に立つかもしれないですね。あとコーチングっていうのはどうですか。そうですね、はい、あのコーチングっていうのはもうあの顧客が、まあ、あのある場合は
管理のテーマですので、はい、もう部下の管理で困ってることがあったりとか、よりうまくやりたい指導の方法など、フィードバックの方法などをどうやって強化する。そして実はさ最近プレゼンテーションスキルコーチングもたくさんやってます。日本人が英語でプレゼンテーションする場面、はい、もう増えてますけれども、はい、プレゼンテーションスキル、特に英語のプレゼンテーションは何が大切なのかはちょっと日本語のプレゼンテーションと若干違うことがありますの で、ちょっと英語のプレゼンテーションを練習しながら私はいろいろ助言したりする、コーチングもします。よく海外のドラマでね、いろんな企業がプレゼンテーションするような場面ありますけれども、日本とアメリカどのように違うんですか？そうですね、まあ、よく日本の場合は用意された資料をそのまま読み上げることがありますけど、英語のプレゼンテーションとしてはそれがご法度です。なるほどね。まあ、国会でもね、国会議員が用意された資料をずっと読んでるっていう場面もよく見ますけれども、そうですね、企業もそうなんですか？はい、そうですね、はい、でも、はい、海外ではそれがあんまり良くないと思われてますので、そうですよね、はい、もう極端な例としてスティーブ・ジョブズのようにスクリーンに一つだけの絵があるとか一つだけの言葉があって、あれについてわーっといろいろ言う、それが理想だと思われてます。なるほど、はい、じゃあそれを言うべきことをきちんと頭の中に詰め込んでですね、そうですね、はい、何回も練習しないといけないですね。そうですね、そうですね、そのことですね、そうですよね、はい、ですから、まあ、他の人が用意した資料を読み上げるのではなくて、自分でやっぱり一回咀嚼して、自分の中に取り込んで発言すると。そうですね、はい。そうすると説得力も高い。そうですね、はい。その方が、そうですね、はい。もう相手が聞きたくなりますね。そのまま読むともうつまらないから、本当ですね、まあ、みんなが聞かなくなりますね、そうですね。あとは私女性の社長さんから聞いたことがあるんですが、その方は外資系の会社にいた時にやっぱり研修があって、その私はこういう悩みがあるんですということを会社の方に言ったらですね、さーっとコーチがついて、そうですね、そういう習慣がありますね、サポートするということですね、そうなんです。でその人の職場に行ってですね、どういう仕事をしているかっていうのを観察して、であなたの直すべきことはこうだああだとね、そういうことをやる。そうですね、それが普通です、はい、それは管理職でもそうなんです。そうですね、特に管理職向けに、はい、そうですか、はい、まあ、そうやって人材育成していくのね。そうですね、はい、そうです、すごいですね、はい、はい、で、ロッシェルさんが先ほども言いましたけど、日本の、ね、企業は臨機応変になかなかできないとおっしゃいましたけれども、その他に女性が活躍できるようなそういったまあ、いわゆるジェンダー平等ですね、そういったことも手掛けていらっしゃるんでしょうか？そうですね、はい、弊社は、まあ、ダイバーシティ研修も行ってますし、セクハラと差別予防の研修も提供しています。これは大切ですね。ちょっとセクシャルハラスメントの研修はどんなことをするんでしょうか？そうですね、まずはルールは何なのかを、まあ、徹底的に説明する必要がありますし、まあ、セクハラもありますし、パワハラもありますし、マタハラ、パタハラもありますし、最近はカスタマーハラスメントも話題になってますね。マタハラというのはマタネティハラスメントね、とパタハラはパタネティハラスメント、ね、はい、男性の育児休業ね、育児休業を取った男性に、まあ、嫌み言ったりする人がいるんですけれども、そんなことはもういけないんですね。いけない、日本では違法ですし、ね、はい、日本の政府はもうそれをしないでくださいを明確に言ってるわけですね。ですからまずは何がいけないのか、を理解するのは非常に大切ですし、そうですね、そしてもう一つは、もういろんなもうグレーゾーンというか、判断する必要があって、何が判断基準なのか
もうどうやってもうセクハラとかにならないようにどうやって気をつけるか、そしてマネージャーの方は、まあ、部下たちの間で起きてるかもしれないと思われるものが、もうどうやって見つけるか、あるいは防止するか、いろいろそういったテーマが入りますね。そうですか。これはね、もうぜひロッシェルさんに研修をしていただきたい感じですね。分かりました、はい、じゃあ、まあ、最後に神宮のお話に戻りますけれども、うん、今後ね裁判闘争をしていくわけですけれども、私たち市民がやっぱりできることっていうのは声を上げていくことですかね。そうですね、本当に声を上げることは非常に重要です、普通の人でも声を上げるのは価値があります、そうですね、なのでもういろんなことを提案できま す, そうです、ね、まずは私は署名を立ち上げましたし、神宮球場を守る署名、ロバート・ワイティングというスポーツライターが立ち上げたし、そして平尾剛さん、ラグビーの選手が秩父の宮ラグビー場を守る署名を立ち上げたんですが、まずは署名を賛同してください。 そうですね、それは一つ。もう一つは、自分を代表している政治家に、声をかけてください。地元の市議役議や、そうですね、はい、および国レベルの人でも、自分の代表している政治家のすべてに、こういうことを心配していますよ、まあ、計画を見直してほしいよ、そういったことを伝えるのが重要です。なるほどね、まあ、やみくもに反対というよりはまずは見直しですね。本当にいいんですかと。そうですね、この計画は本当にいいんですか、で自分もちょっと考えてみる。そうですね、はい、ということですね、はい、でこの間お亡くなりになりました坂本龍一さんもこの樹木の伐採に異議を唱えて、手紙を送ったんですか。そうですね、はい、彼がその手紙を、小池都知事、そして文部科学省大臣、そしてスポーツ庁のトップと港区長と新宿区長に出しました。そうですか、はい、同じ手紙、はい、そうですか、ね、モアトリーズという森林保護団体を、ね、率いていらっしゃいましたけれども、そうですね、彼が本当に樹木が好きでした、そうですよね、そういった意味でも坂本龍一さんがこれほど力を込めていらっしゃったわけですしね、で私たちも東京に住む人はもとよりその都心から緑が奪われるということでいいのかというふうに考えることですよね。そうですね、はい、で今後ロッシェルさんは何か行動を起こす計画はあるんでしょうか。そうですね、まあ、いろんなことを考えてますけれども、定期的に勉強会、スタミナを、まあ、リアルにもオンラインにも行ってますし、時々デモとか講義とかも行ってますので、もし署名を賛同すれば、定期的にそういったような活動の情報を送付します。そうですね、おそらく明治神宮外苑樹木伐採というような感じで検索するとですね、ロシェルさんたちの動きが分かると思いますもんね。そうですね、そして私はツイッター中毒ですけど私のツイッターをフォローすればそういった情報もたくさん発信してます。そうですね、はい、ということでまあ、これは一つの問題ですけれども、おそらく東京以外にも都市部で同じような再開発があって樹木が伐採される計画があるかもしれません。そうですね、はい、実はところどころに起きてます、同じような問題 で、 そうですね、はい、まあ、まずは自分たちの周りで何か起きているかを知って、そして考えてみるということが大切ですね。そうそうですね、その通りです。そうですね、はい、わかりました。今日はいろいろとありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はいはいはい。